ジオ。皆さんこんにちは、中川奈美です。お元気ですか？私はいろんな方にお目にかかれる、まあ、間接的にですけど機会がちょっとなくなっちゃって少し元気なくなってたんですけど、でも仕方ないんですよね。愛媛の PR イベントで笑顔感動物語という一般の方々が、短い小説とかをこう応募してくださって、それを選んで読ませていただくみたいな、そういうイベントの PR が東京で行われる予定だったんですけど、まあ、途中で無観客になり、それで前日ちょっとオンラインも中止ということで、でも仕方ないんですよね。愛媛から大勢のスタッフさんがいらっしゃる予定だったと思うので、その方々のねお命を守ることの方が大事だと思うので、亡くなっちゃって読めなくなったことはすごく寂しいんですけど、あと素敵な河野咲さんにお目にかかれる予定だったの、亡くなっちゃったのはやっぱりとっても寂しいですけども、だけどずっと亡くなるわけじゃないですからね、ずっと続くわけじゃないので今は我慢と思いました。いろいろなことを我慢してますもんね。なんかこの前宣言と宣言の合間の時にちょっとお食事に行きましたけども、すごく懐かしい感じがしましたね。あ、そっか、前はこうだったなって思ったりとか、あと映像とかを見ててもなんか昔の今のじゃない映像とかですごい近くに人が座ってるのとか見ると一瞬ファって思うようになったりとか、いろいろありますよね。でも今だけだからみんなで気持ちを支え合って頑張れたらと思います。私もできることないかなといろいろ思うんですけど、まずこの N ラジオを楽しんでいただけるようにちょっといろいろ頑張ろうって思いました。最近ね、そうですね、私その他にあったことといえば、そうそう、その予定がなくなった日に打ち合わせを一つ入れまして、その他にお買い物の予定を私入れたんですよ。プリンターがぶっ壊れてぶっ壊れて、でも私ほとんどの現場をiPad でこう、なんて言うんだろう、今はもうペーパーレスにしてるんですよ。もうものすごい数の紙になっちゃうから、原稿とか楽譜とかで、どうしたらいいのかよく分かんなくなっちゃうっていう、紙に埋もれた生活をやめようと思って。だからといってそのプリンターがなくていいかっていうところでギリギリで戦ってたんですけど、さすがにないとちょっと不便だなと思って、それでまあプリンターを買いに行こうと思ってたんですけど、あるグループの家電量販店が池袋にあるって教えられたんですよ。私あれあったっけな、どこだっけなと思ってたけど、でもあるって言われたから、池袋で打ち合わせにしてで行ったんですよ。そしたらなんかどこかなと思って調べようと思ったら閉鎖って書いてあって、ネットで閉鎖ね、えないのってなって、なんだよないの買えないじゃんと思って、まあ時間がそんなにいっぱいなかったから、新宿まで行くのあれだからと思って、そしたらはたと考えたら、え、今私プリンター買おうとしてんだよな、あ、しかもキーボードも買おうと思ったんですよ、天気付きので、プリンター買おうとしてるよな、なんで手で持って帰れなくて送るものをお店に買いに行こうとしてるのかということを考えて、もう機種とか決めてあったんですよ、この機種を買うって。なのになんでお店に行こうとしたのかなと思って、まあ歩きながら、まあ、待ち合わせの場所まで行きながら私はネット通販をしました。通販って便利だね。翌日にはもう届きました。なんかこんなこともあるんですね、恥ずかし
そういろいろありますよね。あ、そうだ、今日はねお手紙をね一ついただいているのをご紹介したいのがあって、なんと曲のリクエストをいただいているので、ちょっとそれをご紹介をしたいと思います。ラジオネーム竹七さんからいただきました。ナミさんこんにちは、竹七です。竹七さんこんにちは、超久しぶりです。あの竹七さんとなんだろう、その存在を知ったのはルミナスコープというユニットをやっていた時で、あのセカンドライフっていう世界ですごいあのセットとかを作っていただいて、なんていうの、お花畑の中でライブしたりとか、そう、なんていうの、廃墟でライブしたり海の中でライブしたりとかいろいろやってたんですよ。その頃につながった方ですね。で、突然ですが曲のリクエストをします。ルミノスコープの落日のパレード聞きたいです、ということでありがとうございます。作曲がやっくん、あ、中島康弘くんじゃなくて翔平さんだけど、石井翔平さんですね。権利的には大丈夫なのかしら、ということなんですが大丈夫でーす。落日のパレードは、パレードというとつい行進曲的なものを思い浮かべてしまいがちですが、表紙が面白いのと、こう廃れへの絵と進むベクトルなのになぜかコミカルな雰囲気も感じさせつつ、それでいて寂しくなる感じが好きです、ということで、うん、そう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 なんですよ。なんかね、あの三拍子って日本人結構好きなんですよね。古い曲は三拍子のものが結構たくさんあって、うさぎおいしみたいな感じとかたくさん三拍子があるんですけど、三拍子の曲で、設定としてはその昔のパレードをこう思い出した少女がそう口ずさんでいるみたいな、だから少女っぽい明るさと、そう、そこに少女はいないので、あの何気なく口ずさんでる感じと、もうそういったパレードがなくなってしまったことへの寂しさみたいなものが一緒になっているのを描きたいと長平さんが言ってました。なので竹七さん正解ですみたいなで、さてアーカイブを聞いていましたら、ナミさんがロシア語で雨をドシチッドシチッと連呼していて、子音の連続を日本語でどう表現するのか迷う。確かに、そういえば雨にちなんだ曲で好きな曲あったのを思い出しました。ほうほうほう、ロシア語の曲なのですが、リツエイというグループのレイドシチという曲で、日本語では雨よ降れで20年ぐらい前の曲です。へー、遠いところへ行ってしまった恋人を待つ自分に対して、宗教的な背景はよくわからないけど、祝福的な意味合いで雨よ降れ、大丈夫、一人じゃないって言い続ける歌で、あんまりにも大丈夫的な言葉を繰り返すものだから、聴いてる方はフラグが立って別れるんじゃないとさえ思ってしまう曲です。面白いですねそれね。それありますよね、でもへー、あくまで個人的な感想で、ビタリー先生に聞いてみたら違うかもしれない。あ、そうなんですね、ちょっと先生に聞いてみようかな。私にとってこの曲好きなのに嫌いでもあるんですよ。え、どういうことでしょうね。というのも、気に入ってよくこの曲を聴いていた頃、結構仕事がきつくてその嫌な思い出とリンクしてしまっていたりします。それ思い出すから好きなんだけど嫌いなんですよね。ナミさんは好きだけど嫌いという中二的な言葉で言うと、二律背反の自己同一的なの何かありますか、ということなんですが、結構お仕事で関わったものって、私どれもそう思っちゃうところあるかもしれない。というのも、収録してた時の注意点とか、あとステージで歌う時の注意点みたいなのをすごい思い出して、めっちゃなんか背筋ピーンってなるんですよ。だからこう自分の曲がかかると、どれもその二律背反的な何かを感じる。
ピーン、うーどうしようできんのかなみたいな、うん、そうなんですよね。あとあのお仕事で物量がすごく多かったものとかだと大変だったなっていうのを思い出して、うわーみたいな、そんな感じになったりとかいろいろありますね。で超昔の歌った曲とかだと、えこんなだっけみたいなこと思ったりとか、きっと歌手の皆さんはそう思われる方多いんじゃないのかな、どうなんでしょうね。まあ今日はそんな落日のパレードという曲、まあ曲の中にもこの二律背反が含まれているようなそういう曲なんですけど、ご紹介したいと思うんですが、その前にあの曲の後はですね、前回の続きのゲストコーナーです。骨色チャンネルさんですね。あのね、本当にめっちゃ役に立ってるんですよ私。自分の最近もそのオンラインのイベントとかあったので、自分でお衣装探しに行ったりとか、後輩の大阪真理子ちゃんについてきてもらって見てもらったりとかするんですけど、その時にもその顔色が悪くなる原因が分かってるから、だからそこをすごい考えましたね、うん、なんていうの、朗読ってあんまりね、原色バキバキみたいなのってちょっと変じゃん。だからバキバキはダメなんだけど、背景が白だったんですよ。だから白い衣装があんまし良くないみたいになって、どうしようないよって、ここで普通だったらちょっとね、ほんのちょっとグレーが入ったようなピンクとか、グレーが入ったようなオレンジとか行くと思うんですけど、それをやるとね、もうあっからさまに私とかは顔色が悪くなっちゃうんですよ、うん、やっぱり衣装だったらそれは避けたいじゃないですか。好きで着る普通の服だったらね、好きな色着た方がいいっていうこともあると思うんだけど、うん、それを避けられるからすんごく便利だなって思ってるんですよ、うん、でそういったことをお話ししてくれて教えてもらってっていう、すごく素敵な機会だったので、まあ、ゲストコーナーも楽しく聞いていただきたいなって思うんですけど、そう、私白ばっかり着てるじゃないですか結構、まあ、もちろんその歌声とかが白のイメージが多いというか、曲が白のイメージの曲が多いからっていうところはもちろんあるんですけど、それ以外にも何かこう自分で探そうと思った時になかなかね、見つけられなかったというか、うん、昔はそれがそう白が好きで色から逃げてるんだと思っていたら、実はそうじゃなくて、こう世の中にあんまりその原色っていうかペールトーンっていうか、まあ子供のほら幼稚園児の色みたいな色なんですよスプリングさんって。でそういう色の大人の服ってなかなかないから、だから選ぼうとしても選べなかったというか、だから白を選んじゃってたというか、うん、それを自分って研究しなくって、努力できないダメなやつなんだってちょっと思っちゃってたんですよ。でもそうじゃなかったっていうことが分かって、それがすごく良かったんですよね、うん、最近いろんな後輩さんたちに会うんですけど、みんなねすごく自信がない、私もそういう時期もあったし、すごく気持ちわかるんですけど、きっとそういう方はね、後輩だけじゃなくて、このラジオ聞いてくださってる皆さんにもいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、その自分はダメなんだって思うことってすごいね無駄です。ダメじゃないんですよね。ダメって逆に思って逃げるのは、それが精神的に安定するんだったらいいんだけど、例えばタレントさんだったらそれはね、プラスになかなかならないじゃないですか。じゃなくて、もっと自分のいいところを探していいし、それがその人を輝かせると思うんですよね。そういう時代だと思うの。時代の変化？うん。あとその
人からいいよって言われたものくらいはやっぱり、いやそんなことないですって否定なんてしないで、その人の目を信じてありがとうっていうようにしたらすごくいいんじゃないかなって私は思う。うん、あの後輩さんたちをすごい褒めたりした時、あといいところ見つけた時に伝えるようにしてるんですけど、そういう時にの認めてくれた方がこっちもやっぱり嬉しいし、私のこと信用してくれてるんだなっていう風に思って、うん、だから自分がダメだなんて思わないで、そんなダメだなんて思ってる時間があるんだったら、まあお仕事の面では別の努力をした方がいいし、あとお仕事じゃないプライベートの部分だったら、あの素敵なところをもっと磨いたらもっとキラキラして素敵になれると思う。特にこういう元気のない時にね、あの世の中に釣られちゃわないように、そのためにもみんな自分のいいところを認めて、それであのキラッキラって一緒にしていこうじゃないですかって思ったんですよ。からそれを伝えようと思いました。なんなんだ急にって感じでしょだって多いからさ、自信がない人がなんか私だってそんな自信はないけどね、でも頑張ってますさあそれじゃあ竹内さんがリクエストしてくれたルミノスコープの落日のパレードです。聞いてください。亀岡ガス販売は災害に強く環境に優しいクリーンエネルギー LP ガスをお届けしています。これからもずっと安全確実迅速にお届けしてまいります。
最新ガス機器の販売、設置、修理はもちろん、住宅リフォーム、上下水道、水回りなど住まいに踏み込んだ部分もご相談ください。この町のエネルギー企業、亀岡ガス販売株式会社です。はい、うん、そう、自信を持ってるっていうのはすごく大きいなと思ったんですよね。うん、それはすごい、私も、私自身も経験して本当にそう思います。なんかやっぱり見た目にその顔出しの、うん、女優さんとかに比べてみんな自信がないと思うんですよ。言うてやっぱり人前に出る機会ってそんなにね少ないじゃないですか、顔出し荒れてる方に比べたら、はいはい、だからその迷っちゃう。あと、あれですね、流行りが、今の流行りはこう、だけど、はい、それに乗ると似合わなかったりっていうのを避けられるなって思って、それはすごいありますね。例えば今って絶賛女性の場合は、ウェーブさんのお洋服ですよね。ウェーブさんが得意なお洋服が絶賛大ブーム中というか流行り流行なんですよね。例えばパフスリーブとかフレンチスリーブとか、ただあれってやっぱりストレートさんとかナチュラルさんって肩に張り感強い方が多いので、あれ着た時に少したくましく見えちゃったりとか大きく見えちゃったりするっていうところがあるので、ちょっと苦手なアイテムには入ってるんですよ。なのでやっぱりそれを言うとやっぱりそうだったかっておっしゃられる方が多くて、それを確認できるっていうのがわりかしいいかなと思います。ある時、はい、そのパフスリーブで、はい、ここがあのチュールになっていてっていう T シャツを着た時に、はい、すっごくやっぱ大きく見えて、あれ、なんかこれサイズが大きいの方なんだみたいになってたんですけど理由が分かってよかったです。結構その違和感を感じてるけれども、確信には至らないっていうところが結構皆さん多くて、で理論、骨格診断って理論に基づいたものなので、ここの張り感があるからこういうものを着るとちょっと大見えしちゃうとか、あとこういう生地感のものを選ぶとやっぱりちょっと太く見えちゃったりとかっていう理論がしっかりあるものなので、その理論をご説明してこういう理由でちょっと大見えしちゃうんですよって言うと、こう結構皆さん、あ、そういうことだったのかっていう風に納得していただいて、うまくそこを外したりとか、あと得意な生地感に寄せると意外といけちゃったりとかあるので、そういう風に使い方はいっぱいあるっていうところも一つ面白いところですね。生地まで考えたことなかったので、生地の、概念を頭に入れられたことは大きかったなと思いました。そうですよね、これよく言うんですけども、ファッションコーディネートの3要素って言われてるのが、デザイン、カラー、素材感っていう風に言われていて、この3つが重要ポイントって言われてるんですけれども、デザインって、お洋服の形ですよね、でカラーはパーソナルカラーとかで似合うお色味分かると思うんですけれども、素材感っていうのがそのいわゆる生地のことで、お洋服選ぶ時って結構、私このお洋服の形好きとか、この服着る、こういう形ちょっと太って見えるからよしとこうとか結構気にされると思うんですね、で色もこの色好きとか、この色着るとちょっとそれこそ顔がくすんで見えちゃうとか、ご自身でなんとなく分かられてる方多いと思うんですけれども、この生地すごい得意とかそういう人ってあんまいないと思うんですよ。なので骨格診断一番本当に大事だって言われているの、その生地の部分が意外と一番大事っていう風に言われていて、そこを知るっていうのはすごくポイントとしては大きいと思います。そこもなんとなくはあったんですよね、だからそのフェミニンなお洋服、女の子っぽいのは好きだけど、なんでか好きじゃないって思ってたのが、その生地によるものだったっていうのが後から分かって、それも納得みたいな感じになりました。
いやそれがすごい嬉しいですね。やっぱりナチュラルさんだとシフォンみたいな、はい、こうエアリーなやわやわな生地感がちょっと骨感拾うので、うん、少したくましく見えちゃったりとかしやすいので、例えばフェミニンなお洋服お好きで選ぶんだったら生地感しっかりめのものを選んでいただくとフェミニンなものでも綺麗に着れちゃうっていうところがあるので、うん、本当に生地知っとくとすごく服選びまたさらに選びやすくなると思います。うん、そうですよね、はい、思いました。先生これは今日着てるのはどうでしょうか。もうバッチリナチュラルさんに寄せてると思って見てました。やったー、はい、もうすごい早速取り入れてらっしゃるなという感じですね。そうなんです、はい、本当カジュアルな服が本当は好きだけど、うんうん、はい、そのちゃんとしてないように見えるんじゃないかとか、はいはい、あと苦手なもので言うと、うん、そのスーツのような、はい、かっちりめ、うん、きれいめ、うんうん、OL さん のきれいめ感って、うん、なんか苦手だったんですよ、うん、でもそれはこうチャラチャラしたいからとか逃げてるんじゃないかとかって、うん、自分を責めていた、うん、なるほど、はい、したので、うんうん、そうじゃないということが分かって、はい、じゃあなんかカジュアルなやつでちょっと綺麗に見えるやつで仕事に行けばいいんだっていう、うん、自信につながっていただいた感じですかね。そうなんですよ。嬉しい、はい、でも知っとくとね、本当そういう風に自信を持ってね、あこれ間違いじゃないっていう風に着れると思うので、うん、すごいいいと思います。 そうですよね、うん、あと無駄なお買い物が減る。それ一番大きいです。私もそうです。もう特に今この時代だから通販とかでも結構買ったりしたりするじゃないですか。うん、そうなんですよ。もう結構もうお洋服のそのそれこそ写真見て選ぶことが多いと思うんですけれども、うんうん、生地の欄とか特に見ないじゃないですか、うんうん、結構生地の欄気をつけて見るようになったりとかなりました、うん、あと形も結構見ますよね。その骨格診断が得意、うん、このタイプが得意なお洋服の形って言われたところをこうなんとなく意識して見ちゃうとか。めっちゃあれですよ、特に今本当にもう、はい、そのまず色で私は探さないとないので、うん、はい、色で探すんですよ。おー、なるほど。で色でスカートがあったと思うと、はい、大体プリーツスカートなんですよ。あーみたいな。プリーツはダメなんだよって確かにそうなんですね。プリーツでも生地感しっかりしているものであればわりかしいける、うん、思います。わかりました。それでわかりました、はい、なんかそんなにそうプリーツスカートを履くと、はい、デブッチョに見えちゃうんですよ。あ、多分シフォンとかなんか結構エアリーなシフォンスカート、うん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 、あとウエストがゴムのものとか はい、ああいうものがちょっと苦手かもしれない。そうなんですよ、うんうん、そうなんですよ。超なんか太に見えて、うんうん、それは自分が太ったからいけないのかなと思ってたんですけど、違うと思います。それこそこの前お客様ですごい締まっててすごいいい体されてる方がいらっしゃったんですけども、うん、ダンサーさんだったんですね。で、すごいもう本当に細くてなんてスタイルがいいんだろうと思って診断させてもらったんですけれども、うん、その方がストレートタイプさんだったんですね、うん、でストレートタイプさんですごいでも細いからなんかこういうお洋服の形一応苦手ってこういうウエストのラインがすごいポコって出ちゃいやすいからちょっとこういうの苦手なんですよ、もしかしたらならないかもしれないんですけどねっていう風な感じでお伝えしたら、これすっごいなるんですよ、これどうやったら消えるんですか、このラインこのポッコリが消えなくてすごい悩んでましたっていう風におっしゃってて、だから痩せててもやっぱり骨格で出ちゃうんだっていうのがすごい私も分かったので、骨格上仕方がない、じゃあやっぱり形とか生地を寄せるしかないんだなっていうところがそこですごい納得して、自分もそこで勉強になりました。はあ、うん、そうですか、はい、やっぱりそれもあるんだな。そうなんですよ。もうだからもう本当にあとはうまく隠すとか、うん、そうですよね。あともう本当生地寄せていくとかが一番ベストですね。なるほど。そう、すごいいろんなでもなんだろう、どこに手をつけていいかわからない悩みより、うんうん、自分のものを狭き門でも探す悩みの方が、うんうん、まだ建設的で、あ、精神衛生上とてもいい
ですね。確かにそれはありますね。そうなんですよ、はい、私もこれ知る前はもう本当に何手つけていいか分かんなくて、それこそ背が高いのもありますし、なんかもう本当に本当に多分もっと迷子でした、もう当時の写真お見せしたいくらい、はい、ひどいもんでした。でもそういうことがあったから、はいはい、浅見さんルートができて、こう自分が良かったからみんなにもってなってくれたのは嬉しいですね。もうそうなんです、まさしく。もう本当に自分が知れてなんて便利っていうところから入ってるので、うん、それこそ来ていただく方ですごい、それこそマリコさんみたくめちゃめちゃおしゃれで、うん、さらに高みよっていう感じでいらっしゃる方もいれば、うんうん、本当にどれ着ていいか分かんない迷子っていう方もいますし、もう本当まちまちなんですけれども、本当に一つの指標として持っとくとすごく便利なものなので、でさっきも言ったんですけど、カラーも骨格も一生変わらないっていう風に言われてるので、それこそ日焼け仕様が、変わらないですし、太っても変わらないしっていうところで、もう一回知っちゃえば、ね、もう一生使えるもんなので、一度知っとくのは、ね、本当にいいと思います。いやもう声優さんは絶対いいと思うんですよ。というのも、宣材写真というのを私たち撮影するんですけど、はいはいはい、その時の衣装選びって、もうだいぶ大変なんですよ。そう、ご自身で選ばれるんですか？そうですね、それをまた同期とかがいっぱいの場合は、その被らないようにとか、事務所の先輩と被らないようにとか、いろんなことを考えなきゃいけない上に、宣材写真のバッグって大体白とかグレーバッグって言われる、はい、白に近いグレーなんですよ。私の事務所はちょっとアーティストも、はい、抱えている関係から、はい、私たまたま後ろが私の得意なピンク色だったんですよ。コーラル系のやつですよね。そうなんですよ、だから ありがとうございます、だから良かったと思ったんですけど、はい、だいたいそのバッグが白いから、白を着ると白に白なの飛んじゃうんですよね。ああ、同化してしまう。そうなんですよ。で、じゃあどうするかってなったら、はい、だいぶもう迷子になって、みんなも大変みたいな。どの色にしたらいいかっていうところですね。そうなんですよ。で、探すのも大変だしって。はい、でも、先日、それで、大阪まりこちゃんの宣材写真のために、はいはい、お洋服を買いに行くツアーというのをやりまして、はい、はい、寺本勲さんとこう3人で、はい、本当は仲良しに菅原夏希ちゃんもいるんですけど、ちょっと大きいステージ前だったから、はい、ちょっとダメだな誘っちゃっていうので、はい、3人でじゃあ行くかみたいになって、アウトレットに行ったんですよ。もう診断後ですよね、行かれたの。そうです、そうです。みんな帳面のような色調を持って片手に持ちで練り歩いて、でも面白かったのが、はい、マリコちゃんに似合うものを、どっちかというと私と寺本さんがパッパッパッって分かって、はい、あるお店で、はい、中の方で選んでた時に、うんうん、寺本さんがさっき表にあったさあれが良かった、おーって言って、あれでしょ、私もあのスカート可愛いと思ったおって言って、はい、マリコちゃんはこう見えてなかったものを二人が、あれがマリコに似合うって言ったんですよ、はい、それで逆にそれをスカート合わせたら上がちょっと違うね、あなんだかんだかんだかんだってやったら寺本さんが、ちょっと自分の買い物行ってくるわって出ようとしたところで、はい、今これが可愛いと思ったって持ってきてそのセーターも超可愛くて、マジこれぴったりで、あーすごい、もう まさしくバッチリ。そうなんですよ、逆に客観的に見れるからなんかいいんですかね、うん、そうなんですよね、私の服もなんか、はい、これちょっとって言ってたら、はい、いやそっちはいらないでしょう、こっちでしょみたいな、はいみたいな感じ。寺本さんがすごいですねそうなんですよ。でも自分のものはなんか迷ったり、はい、店員さんのおすすめのそのまま買おうとされてたチェックがあったんですよ、はいはい、でも
なんか違うとか言って、私たちが言って、はい、で結局こっちがいいって取ってきたやつがすごいよくって、はい、でその後店員さんがなんか2着買うと安いみたいなんで踊らされる私たちなんですけど、 あるあるですね、はい、でももう1着はって言ったら店員さんがこれどうでしょうって勧めてくれたのがすごいよかって、で本人だったらあのこう選ばなかったゾーンのものを、はい、でもちゃんとあの生地感もバッチリしてる、おこれ高見えするこれで、うん、みたいな感じそうストレートさんはね生地感しっかりでちょっと綺麗めが得意なんでそうですよね、うん、そういうのがすごく似合うと思います、はい、しかもそのお店に行った後に、うん、歩いて500メートル近く歩いた元のところにもあったあのシャツが良かったと私が言い始めそれであれが一番今日見た中で寺本さんに会っていたって言って、もう二人になんでそれを早く言わないんですかいやだって他見たらもっとあるかもしれないって思ったじゃないですかすごいもう衣装選びをみんなで仲良くやってるっていうのが、しかも骨格診断とカラーをうまく取り入れてくださって、うそうなんです、もうみんなで、あこの生地感ダメで本人もあのあこの生地はねちょっとね立たないからダメですとか言ってあそう布が立つものっていう、はい、ご説明したところですよね、きっとそうなんです、あこれダメ、あダメかみたいなのをもう忠実に守り、おすごい言いつけに従って買ってきました、あ嬉しいぜひ今度拝見させていただきたいですねあでもマリコの新しくなったら見てあげてほしいです、うん見たいです、ぜひ超かわいい、あそうなんですね、多分きっと、ね、お顔もすごく素敵なので、きっと素敵なお衣装なんでしょうねそうなんですよ、うん、でもこれもあの浅見先生のこのお言葉があったからこそ、いやいやいや、みんな正しい道を時間をそれほどかけずもう本当だったらもう洗剤の衣装なんて何日もかけて探すんですよ、うん、あそうなんですね、もうあっち行ってない、うん、こっち行ってない、あれがない、うん、これがないとか言って言うんですけど、うんうん、またあのちょうどよかったのがあのこれは声優のみんなに言っとくね、あの今流行ってるのは明るい色じゃないじゃないですか、うん、だけどタレントってやっぱり明るい色を着た方が派手に見えない、うんうん、それが普通になるじゃないですか、うん、それを叶えるのに寺本さんがこれはだったらアウトレットだよって言ったんですよ、おアウトレットには派手な色が売れ残ってるからって言って、なるほどって言って行くことになって、うん、あそうだったんですね、うん、そうなんですよ、すごいなんかあれですね、回転早いですね寺本さんもうみんなでこうやって知恵を持ち寄ってで結局行って本当に良かったです、はあとであのこの服とかって見てください、ぜひ見たいですはい、そうなんですよ、だからそうやっていろんなものを知っていれば、はい、もうみんなあの迷わずに、はい、あのいい自分を演出できるなと思ったんですよね、うん、全くその通り、私が言いたいことを全部投影してくださって嬉しいごめんなさい、おしゃべりでくれちゃった、全然もうすごい嬉しいです、はい、あよかったです、あの本当に言ってよかったし、はい、あのきっと金額感はこの後あの変わるかもしれないですけど、変える予定ないのでご安心ください、あじゃあもう言っちゃった方がいいですね、はい、まあ言って、あの私本当はこんなになると本当10万円とかかかるんじゃないかって思ってたんですよ、あところが、はい、あの10分の1以下あそうなんですよ、あのこれもそれこそその、ま、金額を言ってしまうとパーソナルカラー4500円で、はい、で骨格診断4500円でやらせていただいてるんですけれども、あの理由としては私が自分で初めてそれこそ5年以上前かな、あの行かせていただいたところがやっぱり少し高かった、うん、あのいくらとは言わないですけどやっぱちょっと高くて、で結構骨格診断のカラー診断もわりかし少し高めなお値段設定なところがやっぱり多くて、うん、でも全然それに見合った内容を提供してもらえるから全然、うんいいと思うんですけれども、ただ私の信念的には結構本当に便利なので、うん、もっと広くいろんな方に知ってもらいたいっていうのがまず一つありますし、うんうんうん、それこそもう本当にこのように お友達いっぱい紹介していただいて、あの輪が広がっていくのもすごく嬉しいですし、うん、あの本当に
美容院に行く感覚で来ていただきたいっていうのが一つあって、うんうん、それこそあの最初に言った YouTuber のちゅるちゃんとか、はい、そういうお友達とかにすごい値段の相談もして、あのどこら辺のラインがすごい来やすいかなっていうのも相談して、うん、あの出した感じなので、そうだったんですね、はい、なので買える予定はないのでご安心ください。うわー、はい、もうあのでも超人気になったら予約取れませんから、みんなちゃんと早く行くべし。ありがとうございます。特にあの声優ナレーターで迷子になっているみんな、私のように放り出してしまったみんな、行くんだ早く。絶対行った方がいいぞ。もう嬉しい。そうなんですよ、すごい良かったから、あの普通これ宣伝させてくださいって普通はあの来られるじゃないですか、私の方からあの来てくださいってお願いしたんですよ。本当にもうメール見た時に嘘じゃないかと思って、もう2度見3度見してイエーってなって、もう本当に美味しかったです。いやもうあのやっぱり仲間とか後輩に知ってもらいたいので、本当に嬉しい、なんかあのこれからも言い続けますので、はい、ぜひぜひお願いいたします。そしてあのこれからも私はあの帳面を持って一生懸命、はい、あの歩き回ろうと思っています。私もちなみに持ち歩いてます、未だに。あ、やっぱり、はい、そうですよね、はい、もうだいたい分かるようになってきたんですけれども、うんうん、やっぱりねあの分かりやすいっていうところと、あと私の場合他のカラーもやっぱりあの参考にこう見たいっていうので、あすごいあのカラー見本を皆さんにカラー診断をしてくださった方にお渡ししてるんですけれども、はい、すごい便利なので、もし来てくださった方もちろんお渡しするので、そちらを見ていただくとさらに分かりやすいかなと思います。めちゃくちゃあれがいいです、はい、いや本当ですか。私はいつもカバンに入ってあのいつ何時通りがかってこの服がいいって思うか分からないからでもその時に待って待って似合うか分からないってなっちゃいけないから、それをカバンに入れとくんですけど、うん、軽いしちっちゃいし、そうなんですよ、すごい便利です、うん、そう、もう私が初めてあの診断してもらった時はああいうものがなかったので、もう本当にそれこそまだガラケーの時代だったから色とかもサマータイプって教えられたけど、じゃあサマータイプのものどれがサマータイプの色なんだろうっていうところが分かりづらくて、であの色見本が出てきたところで、うんうん、なんて便利なんだっていうので、あの、うん、自分で購入して使ってて、自分でサロンやるときは絶対あれはお渡ししようって思っていたので、はい、もうほんとね あのあれを片手に持ったままアウトレットを全員で歩き回りましたもうすごい想像できますねそうなんですよ、あの店員さんにも、あ、色見本をお持ちなんですねって言われてそうですガチですとか言っていやもう嬉しい限りです、はい、これからもちゃんと、はい、いいツケを守って、いや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 、もうそんなそんな成長していきたいと思いますので、ぜひぜひ拝見させていただきたいと思いますはい、SNS に上げていきますので、はい、もうぜひ拝見させていただきますもうリツイートもさせていただきます、 ありがとうございます我が子の成長を見守るように見守ってくださいというわけで、あ、でもなんかお別れっていうのがこんなに寂しいなんてって感じです。いやもう私の方がもう本当もっと鬼滅の愛も語りたかったんですがあ、それはねもういっぱい、はいはい、個人的にもこの後、はい、あのおやつを食べながら、そうですね、お伺いしたいと思います。嬉しいというわけで、骨色チャンネルさんという YouTube も見ていただきたいですし、 あの先生のご連絡はどのようにすればいいですか。はい、一応骨色チャンネルって調べるとホームページが出てくると思うんですけれども、なるほど、ご予約とかそういうものは今公式 LINE に移行しまして、 LINE の方で送っていただくようになったので、あの LINE していただくか、まあ、LINE がちょっとっていう方はそこにメールアドレスが載っているので、うん、そちらの方に送っていただけたらと思います。あの来ていただいた方には、うん、あのそれこそアフターフォローを受け付けていて、はい、あの例えば、ね、来てもらった時に
あの聞き忘れちゃったとか、あと新たに聞きたいこととかって多分出てくると思うんですよ、うんうん、そういうのもあの LINE とかメールの方であのこういうのどうですかねとかいうのも受け付けてるので、もう来てくださった方にはもう本当にアフターフォローまでちゃんとさせていただいているので、そこら辺もご安心していただけたらと思います。ありがとうございます。じゃあまた謎があったら、はい、教えてください。はい、ぜひもういつも聞いてくださいじゃあ、骨色チャンネルさんをよろしくお願いしますね、皆様よろしくお願いいたしますというわけで、はい、骨色チャンネルの天の声の川原あさみさんがゲストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しいものを食べる幸せ、あなたにも感じてほしいから、ふわっとした食感と優しい味を愛媛は宇和島よりお届けします。亀井のふわ天、まるでお餅のような柔らかさだから、歯が使えなくても大丈夫。みんなを食で笑顔に、愛を込めて作っています。創業120年、亀井かまぼこ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。骨格とカラーって不思議ですよね。でも何だっていいんですよね。何かをきっかけに自信を持てるようになれたら、それがやっぱり最高じゃないですか。そうした方がみんなキラキラするしね、ということなんです。それが言いたかったっていうだけなんですよ。あ、そういえば愛媛の方はめっちゃ揺れましたね。大分が震源地だった地震がありましたね。皆さん大丈夫ですか？実はこの前もあったのでちょっと心配をしています。きっとね、あんまり地震がない、あ、地震つながるの、地震、違う違う、あのアースクエイクの地震がない地域だからなんていうの、東京の方とかの方よりなんか地震の耐震対策とかしてないかもしれないなってちょっと思ったんですよ。だからこれを機にこのね、古いお家とかの方はお家そのものもそうですけども、なんていうの、タンスにこうつっかえ棒の、耐震つっかえ棒みたいのしたりとか、上の方に重いものを置かないとか、寝ている頭のところに倒れてくるようなものを置かないとか、なんかいろいろあると思うので、ちょっと工夫とかしてみてほしいなっていうふうに思いました。本当お友達がね、本棚と本棚の間に挟まって助かったっていうお話とか、やっぱり阪神の時のとかね聞いてるので、本当ちょっとしたことでね命に関わると思うので、私ももちろんそうですし、みんなできることやっていきましょうなんてね、ことを呼びかけてみちゃったりした。うん、まあ来週末私愛媛でお仕事なので検査して、それでちゃんと陰性だったら帰りますから、楽しみにしててくださいね。あとね、そう、バースデーライブの一部をですね YouTube にアップしましたので、よかったら見てやってください。なんかね、恥ずかしいね。あまりこうやってパーンって上げることってないからちょっと恥ずかしいですけども、なんか悔しい、できなかったからみたいなこととかももちろんたくさんあるけど、それを隠したりせず、みんなで頑張りました、みんなでいいもの作りましたっていうのを見てほしくて、今回はアップさせてもらうことにしました。よかったら見てやってくださいね。多分中編、真ん中のところは菅原夏希ちゃんのところのチャンネルで上がるんじゃないかなと思ってます。こちらもお楽しみに。今日はね、お別れの曲はまたルミノスコープの、最近はかけたことない曲シリーズみたいな感じで、そう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 、やってるので、その中でピースオブザワールドっていう曲があるんですけど、すごくねアーティスティックな曲です。これも、あ、私こんな世界観の時もあったんだなみたいな
まあでもファンタジックなものは多いですけどね、そういう曲なので、まあ、あの中島康弘くんが作ってくれた曲なので、よかったら聴いてくださいね。もう10年近く前の曲とかなんじゃないかな。ひえ、人に歴史あるですね。まあ皆さん本当に体に気をつけて、地震にも気をつけて、健康で一緒に頑張りましょう。というわけで今日もありがとうございました。お相手は中川奈美でした。旅路の終わり、愛しい風の声、いつしかこの手の中
世界の一かけら、世界の一かけら。この番組は亀井かまぼこと亀岡ガス販売の提供でお送りしました。Sense 6.9